最後の飯かもしれねえからな。よし、牛丼並みもう一杯。あ、はい、かしこまりました。ナミー長、悪いが、お前は先月付で組を絶縁されたことにするしかない。絶縁ですか。すまない、よそとの喧嘩なら破門で済むだろうが、今回は同じ登場会、それも相手は直系だ。でも絶縁は組に戻れないんじゃ。心配するな、本家に根回しして出所までに必ず絶縁を解いておく。ありがとうございます。それに仇の犯行ってことにした方が判決に有利だからな。どんなに長くったって俺はしっかり務めてきます。これで思い残すこともねえな。美味しいですよね、牛丼。行くか。ありがとうございました。さっきのお兄さん、財布見つかった？盗難届出すなら窓口に行ってね。主文、被告人春日一番を殺人罪により懲役15年に処する。